それは一つの箱から始まったのです。あっちい。夏休みってのは嬉しいけど毎日退屈なんだよな。そうそう、家の手伝いとかやらされるしよ。ああ、なんか面白いことないかな。なんだそれ。なんかの箱かな。あそこから落ちてきたのかな。そんなはずないじゃない。ここお化けマンションよ。もう何年も人なんか住んでないよ。案外お化けが住んでたりして。お化け。肝試ししようぜ。勝手に入ったら怒られるんじゃないかしら。大丈夫だって、行こうぜ。うん。捨ててあるのかな。おもちゃの失敗作とかね。案外宇宙人の落とし物だったりして。まさか。あ、これ外国のコインだ。リング。あ、ペンダント。お、ライター見っけ。開かない。ミーコのだけ外れなんじゃないの。密輸品かもしれない。外国のマフィアがよく使う手だよ。おもちゃに見せかけて金塊を持ち込んだりするの本で読んだことがある。なあ、やばいんじゃないか。秘密を知ったやつは生かしちゃおけに。なっちゃって。そんな大げさな。そうだ、このことは俺たちだけの秘密にしよう。秘密？箱のことは誰にも言うなよ、約束だ。何やってんだ。逃げろ。待て。なんだ。ただいま。持ってきちゃった。おかえりミコ。あら、何その箱。なんでもない。何隠してんの。俺たちだけの秘密だからな。みんなと約束したんだもんね。何を約束したんだって。ね、お化けマンションにこれと同じような箱がいっぱい。どんな箱だって。秘密だったのに。なんか増えてない。なんか増えてるよね。見張りをしよう。必要なものとかみんなで持ち寄ってさ。サメ。僕トランシーバー持ってきたんだけど。すげえ。私サンドイッチ作って持ってくる。俺手伝うよ、うちパン屋だからさ。よし、早速行動開始だ。ところでみんな、ちゃんと秘密は守ってるんでしょうね。もちろん守ってるぜ。ほんとね。私も誰にも言ってない。僕も。ミーコ、あんた大丈夫？私は。ああ、いたいた。来ちゃった。守る。ゆかちゃん？おはようございます。どういうこと？いや、だから、ごめん。ち、しょうがねえな。その代わり、守るも今日から仲間だからな。仲間？重いから気をつけて。秘密基地どこ？でも、なんだか面白そう。これをかぶせて、落とし穴の完成だ。これで目印した方がいいよ。サンキュー。
こんなに散らかして、少しは片付けなさいよ。帰ってきたらやる。もう。あら？ん？どうしたの？近々三丁目のお化けマンションが取り壊しになるんですって。よかった。人の住んでないマンションなんて物騒だもんね。取り壊し？どうしよう。壊される前に私たちで箱を持ち出しましょうよ。うん、そうしよう。この間の中学生だ。ちょっとまずいんじゃない？僕、今日塾があるんだけど。あんなに急におじけついてんだよ。守るこっちだ。さてこの、よくもやってくれたな。なんだその段ボールの山は。しないもん。何？約束したんだもん。これは私たちみんなの秘密だって。ミコ、本当は秘密にしてたことむちゃくちゃ後悔してるけど。それ以上こっちに来るな。うるせえんだよ。やだ。行って。ほら、どこで何やってんの。いや、お袋 やばいぞ。行こうぜ。あれ、どうしてここにタッペイ君のお母さんが。あ、いや、実はバレちゃってさ。うんうんうん、ね、なによ、秘密守れなかったの私だけじゃなかったんじゃない。わりわり。結局あの箱は引っ越しで置き場所に困っていた雑貨屋さんが黙って置いていたんだって。まったく人騒がせな話だよね。とにかく、もうあんなところに行っちゃダメよ。はい。もう、なんでこの箱だけ開かないのよ。ああ、いいじゃんか。あの箱のおかげで、結構楽しい思い出ができたんだし。